はい、藤井七冠、昨日の激闘翌日すぐにイベントに出席したということでしたけれども、はい、改めて昨日行われた王座戦五番勝負第2局で後手の藤井七冠が214手で永瀬王座に勝利し、対戦成績を1勝1敗のタイに戻しました。昨日の対局、元女流棋士の竹俣さん、どんなところに注目しましたか？はい、昨日もお伝えした通り、藤井七冠が千日手になりやすい戦い方、うん、千日手というのはこうエンドレスな状態になってしまって指し直しになって、そして先手と後手が逆になって指し直しになるので先手をゲットすることができるという、はい、まだちょっと珍しい作戦に出たというところ で、ね、はい、ただ永瀬王座がですね、千日手でもいいですよと、動かないのであれば千日手で、動いてくるのであれば決戦にしましょうというような戦い方を見せたんですね、うん、それに対して藤井七冠が、いや千日手にはしません、うん、決戦にしましょうと、このような、まあ、応酬がありました。昨日でも藤井七冠は千日手も考えた上で戦いを挑んだという話をしましたが、はい、結局自分から決着つけようというふうにしたということですね。はい、千日手を含んだ作戦ではあったんですが、うん、やはりちょっとこういいですよというようなスタンスだったので、ええ、ちょっといやしませんというようなこのあたりはやはり負けすぎない、はい、駆け引きがありますね。ただこの後も難しい局面が続きまして、両者持ち時間を使い果たしまして、1分将棋、一手1分以内に指さなければいけない1分将棋になりました。でその後ですね、永瀬王座が一旦は優勢になったんですが、はい、ちょっともったいないミスをしてしまいまして藤井七冠が優勢になったんです。しかしですね、その後が激闘だったんです。まずはインタビューご覧ください。全体通しては操作が苦しい局面の方が多かったのかなと、はい、感じています。ちょっと寄せに行く手順が分からなくて、少しそうですね、なんか、まあ、点数でというか感じに方針に切り替えたんですけど、いや本当に厳しい戦いだったということが分かりますが、今朝も話題になってましたが、この点数というものですよね、はい、ちょっと私初めて聞いたんですけど、はい、どんなものなんですか？将棋は相手の玉を追い詰めて勝つ勝ち方だけではなくて、実は点数で勝つ勝ち方、まあ、点数で勝敗が決まるというルールがあるんです。それは自分の玉が相手の敵陣に入ってしまう入玉ということが起こることがあるんですが、うん、この入玉という時に発生するルールなんです。でこれどういうことかと言いますと、まあ、この相手の陣地に入るということなんですが、この玉は普通下の方にいますと、うん、相手攻めるときこうやって上から攻めればいいですよね、はい、後ろに行けませんので、うん、ここが、まあ、崖のような感じで後ろに行けないのでこうやって攻めれば攻めやすいんですが、この玉が上の方に行ってしまうと、うん、こちらからも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 、もうすべての方向から攻めないといけなくなってしまいますので、どんどん捕まりにくくなると、そして敵陣にさらに入ってしまうと、今度は他の駒もこう敵陣に入ればなることができますので、なって強くなった駒で守られてしまうと、どん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 玉は将棋では基本的に上に行けば行くほど捕まりにくくなってしまうと、そしてこの入玉という状況が起こると、この玉捕まりにくくなって、うん、しかもですね、これお互いに入玉してしまうとどうなるかというと、もう勝敗がつかなくなってしまうんですよね。もうお互いに捕まえられない、もうニッチもサッチもいかない状態になってしまうと、ほうほう、そういう時にルールが適用されるわけです、うん、点数というルールがあるわけです。あ、なるほど、はい、それでお互いに入玉し合う展開になったと、はい、ということなんですね。藤井七冠が、うん、まあ、永瀬王座の攻めに対して逃げて、うん、まあ、入玉といいますか、玉がかなり前に出てきて結果的に入玉したと、うん、そしてそれに対して永瀬王座は、まあ、ちょっと不利な展開ですので、このままでは負けてしまうと思って、うん、自分も入玉しようという入玉を目指し始めたわけです。そうすると点数計算になるわけですが、うん、どうして永瀬王座がここで相入玉、お互いに入玉しようとしたかというと、この点数計算ですと24点、これ難しいんですよ。これ玉は点数にならないんですけど、ちょっともう一回コマの点数出ますか？点数出ますか、はい、飛車角が5点で5点か、その他の駒が1点なんです、はい、でこれを合計すると、だこの計算も指している間にやらないといけないんです。いろんなこと考えながら指さなきゃいけない、はい、次の一手も考えないといけないし、ここの計算もしないといけないと。で永瀬王座は何を考えていらっしゃるかというと、うん、両者24点以上になれば引き分けでまた千日手の時と同じように指し直し、もう一回最初から指し直しになるので、負けるよりもう一回指した方がいいですよね。なるほど、これを目指していたと、うん、ただですね、藤井七冠はある
ルールがまた新しいルールがありまして宣言法というんですが、この持ち駒と敵陣の中にある、これ難しいんですけど、31点以上になれば自分が勝てるっていうルールがあるんですよ。これを使って勝つという方法を考えながら、自分の玉が捕まらないようにしながら相手の玉を捕まえに行くということを、一手1分以内の1分将棋で実はお二人は戦っていたと。なるほど。藤井七冠はこの勝ちを点数で考えながらやっていたけれども、はい、結果としては決着がついたということだったんですね。はい、結果としては相手の玉を追い詰めて勝ったんですが、うん、入玉永瀬王座の玉をその敵陣に入れなければもともとは良かったんですけれども、ちょっと寄せに行く、その追い詰める手順が分からなかったので、うん、点数で勝負になっても勝てるかなというところで方針を切り替えたと。いやただこれすごく難しくて、もう計算難しいと思うんですけど、この計算をしながら自分の正しい手も読みながら相手の玉を捕まえに行きながらなので、もういろんなことをやっているんですよね。で結果、対局開始からおよそ13時間で214手で激闘を制したのが藤井七冠ということになりました。住田さんどうですか。気に取られて聞いてました。要するにこういうのとこういうのといくつかいっぺんに1分でやるんですか。いや、それを13時間ほぼ続けたってことですか。もう常人の技ではありません。そうなんですよ。びっくりです、ね、難しいけど面白いですね。1点でも計算間違えたら大変なことになりますから ね。さて、勝った方が王座のタイトルに王手をかける注目の第3局は今月27日に今度は愛知県名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで開催されます。